棚すぎだろ。草。洗って。いやー。くつろげる場所ないやろ。足の踏み場がないんだから。だってなんか俺のものとかちょいちょいあるしな。めちゃくちゃ仮パクしまくってるだろお前いろいろ。なんか食器行方不明なってんなって思ったら大体お前の部屋あるよな。絶対流しに持っていかないからな。大体服も絶対畳まないよね。その毎回洗濯するけどさ、洗濯してんのも大体俺だからな。おい、毎回俺畳んでお前の部屋持ってくるんだよ洗濯物。なのになんか適当にぐしゃぐしゃってなってんだよね。後日見てみたら、例えばこの床に落ちてるゴミとかさ、もう 1,2 ヶ月前から落ちてんだこのゴミっていうのあるもん。掃除機マジで1年ぐらいかけてない。やば、1年ってもうそれ入居し、なんならさ、うち掃除機あったっけ。掃除機あるわい。あれあるわい。いや、マウス切ったね。マウス切ったな。ちょっと匂い嗅いでみて。うわすごい、わわってなる匂いしますわ。うんことやっぱ違う臭さ。そうそうそう。キーボード外してみて。うわー、これ女性視聴者増えるぞこれ。めちゃくちゃ減るわ。うわー、きたね。いや、まあ見てもらったの通り俺めちゃめちゃ綺麗好きなんだよね。どこかだよ。綺麗好きが来たら卒倒するよこんな部屋。なんかすげえ足の裏なんかつくし汚い。どうなってる。もうやめて、臭いしデフォルトでまあ ADHD でしょ。はい、このガチの ADHD なんだよね俺。うん、病院でちゃんと診断されたやつ。うん、なんか最近さ流行ってんじゃん ADHD ですとか。なんかちょっとでもこうなんだろう、遅刻癖がある人とか、こうちょっと抜けてる人とか、最近もう ADHD っていろんなとこで聞くし、まあ、正直 ADHD ですって言われてもはいはい、なんか流行りのやつねみたいな顔されるかもしれないけど、お前はちゃんと診断書もらったガチの ADHD だから。なんか最近さ会う人会う人、うん、マジ3人に2人は私 ADHD だと思うんだよねとか、俺 ADHD だと思うんだよねみたいな。わかる、ばっかなの。みんな言うよ。うるせえ、うるせえだよね。マジでもらっとんねんこっち診断書。本当に悩んでるのにね。そうだよ、本当に悩んでる人に失礼だよ。うん、なんかね、これが本物の部屋だから。多すぎる。 ADHD ってさ、うん、あまりにもちょっとおかしいなって思ったから病院行ったの。そうだね。なんか ADHD のテストってさ、うん、めっちゃ変なんだよ。なんかテストみたいな、うん、こうこの人物は、うん、なんだろう、吹き出しで、うん、キャラクターが喋ってる絵みたいなのが何個もあって、うん、でこのキャラクターは今何を思ってるでしょうとか、何を思ってるでしょう、どういう意図で言ってるでしょうとか、うん、こういうことを言った人に対してこの人物はどう返すでしょう、予想してみてくださいとか、うん、そういうテストだったりとか。意味わかんないな。そう、あとはまあ普段どういう生活してますかとか、うん、何が好きですか、何が嫌いですかみたいな、このチェックマークのやつとか、うん、とあとは IQ テスト普通に、うん、をまず提出すんの。提出2回目のあれで、その後になんて言うんだっけあれ、わ、なんか英語3文字ぐらいのテストがあるんだよ。そのなんだろう、それ専門の先生がいて、うん、対面でやるやつなんだけど、なんか積み木、うん、を渡されて、この積み木をこの絵の通りに積んでくださいみたいな。で、こうストップウォッチもかかってんの、うん、で頑張って積んで、でその後なんか紙渡されて、木の絵を描いてください、木の絵を描いてくださいって言われて、何それ。でそれとか、あとなんか、なんか連想ゲームみたいな、うん、連想、私が言ったものに、例えばリンゴって言ったらリンゴについて思ったことを言ってくださいみたいな。赤いとか美味しいとか甘いとか軽い、ね、そういう系の病気のなんかね、テストって本当意味わかんない。意味わかんないことやらされまくって、うん、引きこもりだったのに頑張り続けて、髪ボサボサで行って、でなんか意味わかんないのがいっぱいあったの、うん、でそれで診断されて ADHD ですと言われて、うん、
ましたね。うん。で、なんか ADHD って薬とかあるんだけど、なんだっけ、コンサータとか、治すわけじゃないんだけど、一時的に怠惰さが改善される薬とかあるんだけど、そういうのもらうか聞かれたんだけど、ADHD すぎ飲めんかった。ADHD 治す薬、ADHD すぎ飲めんかった。ADHD ジレンマ。ジレンマだったな。いや、全然飲んでないね。うん。その ADHD で一番困ることって何だ？困ること。あ。で、一番困るで言ったら、仕事できないとか、ああ、周りにも迷惑かけるし、でプラス自分もどんどんその、うん、なんかああなんでできねえんだろうみたいな、なんか納期守れないみたいな、うん、やるんだけど最終的には無理やりそのギリギリで、うん、できるんだけどなんとかは、ただ辛いだね、めちゃめちゃこう、うん、やんなきゃいけない焦りとでもできない自分、その葛藤でめちゃめちゃ辛い、うん、ああ、うん、なんか編集とかね、うん、でもそれ以外に困ることって言ったら。まあ、物なくすとかかな、めちゃめちゃ物なくす、なんかよくさ、俺財布とかさっきまで持ってたのにやべ、なくしたみたいなすぐ言うじゃん。あー、わかる。普通になんかその辺に置いてあってみたいな、どこに置いたか忘れちゃうんだよね、この、うん、物を定位置に置くってことはできないの。確かに。この、ここ、俺はここに普段置いとくみたいなのを決められない、うん、守れないからすぐなくす、どこだっけってなって毎回それ遅刻したりとかは多いね。一回なんかゴミ箱入ったことなかった財布。あったかも。ゴミ箱分かったけど財布入ってたみたいな、うん、音とかトイレに乗せちゃったりとか、うん、そういうのか。あとなんだろう、授業とか受けれなかったやつ、めちゃめちゃ。あ、授業受けれなかった。興味がないものに本当に興味がない、うん、マジで興味がなくなっちゃって、うん、もう頭が真っ白になるんだよ。なんかみんなは無理して集中するっていうことができるけど、 それができないな。 ADHD だったらなんか無理やりちょっと意識傾けて集中してみるっていうのはできないのかも。できない。興味ないことは絶対に。うん。過集中とかもあるっけ。過集中もある。逆に好きなものだと、うん、ずっとやってるみたいな。あ、マジってずっとやってるみたいなことはよくあるな、うん、編集とかも楽しくなっちゃうと無限にやっちゃうし、あとまあなんだろう、ゲームとかもハマるとずっとやっちゃう、うん、起きてから、うん、もう何日過ごしてずっとやって、うん、で夢の中でもやってみたいな。 あとね、俺ずっとなんか感じかけないキャラでやってたじゃん、うん、俺あれずっと俺が中卒だからだと思ったんだけど、うん、俺もう学校行ってる時から書けなかったの。そう、みんなと一緒に勉強して一緒に教わってやってんのに、これだけ書けないの感じがマジで、うん、だから調べたらなんか漢字が書けない病気があるんだって。あ、この ADHD のなんかその派生なんか併発する、うん、ADHD のなんか一個のくくりであるらしくて、その漢字書けないみたいな。俺も多分それだと思うんだよ。まあそれかも、ね、本当に書けない。その不登校でも書けるじゃん普通の人は。まあまあ一般的な、一般的な。俺はもう習ったやつとか習ってる最中にもう書けなかったから怒られたし、それでマジで漢字書けないやつ、本当に書けないなんかやつ学年に一人くらいいたもんな。そう、それそれ、 それか、それだった俺。それだったらちゃんと勉強してたんだけど、マジで漢字書けないもんな。書けないね、本当に書けない。中卒だからとかのレベルじゃないんだ。ずっとそれ言い訳にしたけど、多分そんなんじゃないな、多分、うん、病的すぎる、うん、普通になんかさ、俺通信制高校にね入って1ヶ月ぐらいで辞めたんだけど、うん、中学校から通信制高校に上がるときに書類書くみたいな、うん、俺自分の住所書けなかったんだよ。あ、そう、書けなくて、うん、めっちゃ笑われた。うわ、その先生に。いや、それ多分違うと思うよって間違ってたんで、その感じが、その地域の感じとかね。でも言うてでもあんま驚いかなった。だから慣れてんだろうな、先生も通信高校だから。あ、ちょっと違うよみたいな感じで言ってたけど、いや恥ずかしかった、自分の書書けなかった。やっぱ、うん、字書けない系で言うとね、その日の調子とかもある。その日の調子、たまにマジでなんかひらがな書けないみたいな日あるんだけど、起きてあれ、あってどうやって書くんだっけみたいな、うん、あれ、あれ、え、みたいな、どうやってペン持つんだっけみたいな、やばいね、日がある。その調子悪いと、すごっ、うん、でも読めるんだ、俺読むのはマジで全然できるん、読むのは俺普通にできるんだけど、書くのがマジで壊滅的にできない。うん、まあそのくらいか。でも困ってることはやっぱでも、まあ、同歩した態度だな。態度、怠惰に見られる。あ、怠惰ね、うん、怠けてるように見られるのがやっぱ一番困るな。確かにね、なんか、うん、要は仕事もあんまやんないとかさ、うん、なんかそういうのも結局周りから見たらただの怠け者くらいしか思ってないし、うん、漢字書けないとかもさ、あ、ほんまこいつバカなんだなみたいな、頭悪いしプラス怠惰みたいな、うん、うん、なんかそう
そういうのには単純に見られるよね、うん、頑張ってるんですけどね。どう、俺とさ ADC と住んでみてどう思う？いやーマジ ADC だなとは思う。困ったことがない。あーまあなんかお前の部屋はいくらでも別汚くしても、まあ、どうでもいいんだけど、うん、やっぱ例えばさっきも言ったけど俺に物借りてあんま返しちゃなかったり、なんか食器とか使ってその半年間くらいここにあるみたいな、なんかどっか行ったぞって思ってたらこいつの部屋で見つかるとかもめっちゃあるし、まあ、なんかお前あとしょっちゅうすぐあなくしたみたいな、うん、あ財布なくした完全なくしたあスマホあこれなくしたみたいな、うん、毎日言うから30秒で見つかるんだよ。そうそうそう、本当になくすことは一回もないんだよ、うん、一回もなくしたことないんだけどなくした気になるめちゃめちゃ。わかるな、なんか毎回ちゃんと新鮮に焦ってるから。そうそう、だからなんかこいつがなんかなくしたって言っても一緒に探してあげないと全然こいつ手伝ってくんないからムカつくんだよ。全然本気で気にしない、はいはいいつももねみたいな。他には、うん、まあキッチンもそうだし、なんか俺の部屋とかで一緒に遊ぶ時とかも、うん、なんかお前が一回部屋来たらすげえなんかぐちゃぐちゃになるんだろ、その物取ってそのこっちに置いて物取ってこっちに置いてみたいな繰り返すから、そのなんか適当な場所に物が移動しまくってんだよ。しかもあいつがお前がなんかコンビニで買ってきたものとかもそのままそこに置いてあるし、まあもうめちゃ部屋汚れるしこいつが来たら多分こういうノリで生きてる人間なんだろうなっていう。その物はもう流動的でなんか定位置がないみたいなノリで生きてんだろうな。なんかこの間タオルの動く城見てたんだけどさ、こうなんか探し物してて、うん、探し物っていうかそのちょっと家に取りに帰るわあれみたいな、うん、女の子がで城に戻ってでこうなんかテーブルの上のものバサッバサッってかき分けて、うん、あったって言ってそのまま家出るんだけど、うん、なんかジブリってそういうのありがちじゃない、うん、確かに。なんかお前の生き方ジブリだよな。俺ジブリの世界の。そうそうそう、例えばこういう宿題もあるけどさ、よっしゃお出かけだって言ってさ、よくやる俺こうやってあったーなんて言ってやってるよね。やってるやってる、マジなんかジブリやってるよね結構。ジブリか俺、ジブリだと思う。ジブリ病って呼ばない今度から。ジブリ病にする。うん、ジブリ病いいね。なんかさ普通の人からしたらマジで気持ち悪いんだろうな、その定位置にないっていうのはそわそわするんだと思う。そういう人だったらまあまあ貴重な人は特になんかもう耐えられないんだよ他の場所に言う、あ置いてあるのが早く戻したいなる人はいるのかな。結構それはそれでまた別の病気な気もするけど、まあ潔癖とかになるかもしれない。ただでも、うん、なんかいちいちそんくらいで気にしてんのもなんか俺がおかしいみたいになるかもしれないけど、うん、いやそれがもう1年くらい続くと、うん、あそれそう普通にムカつくようになってくるんだよ。絶対物貸さんとこみたいになってくる。人の物全然なんか高さやつかってちゃうな。まあ、俺の性格の問題かは分かんないけど、あとなんだろうね、時間守れないとかもあるよね。時間守らんね、守れないね。特にまあ一緒に YouTube もやってるけど、うん、全然その決めた日に合わせてくんないとかもあるし、編集にしろ撮影にしろ。でもお前もあんま守んないよ。すいませんでした。やっぱ一番辛いのは学生時代とか働いてる人だと思う。 ADHD 一番辛いのは。俺はもうある程度自由が利く仕事だから、仕事っていうのは決まりな、自由が利く生活だから、うん、なんかそんな結構伸び伸び生きてるけど、こう決められた中で生活しなきゃいけない人はマジで辛いと思う、うん、本当に無理だもん。学校の時とか本当に無理だったね。俺授業まともに聞いたことないもん、うん、宿題も一回もやったことない、マジで、うん、一回もない宿題やったことし、授業中もずっとなんかノート書いて絵描いてさ、うん、でなんかずっとこうみんなピシッと座ってるじゃん。俺はこうやってこう椅子でさこう肩がってやるじゃん。ああれずっとやってよく覚えられてさ。あれお前、うん、あれ俺ひかりくんひかりくんそれって言われてたな、めちゃめちゃ。うん、なんか他にやらか仕事みたいなのないの？やらか仕事も、まあわかんない、俺エリート ADHD だからすぐ忘れちゃうな、やらかしても、まあ、なんか覚えてるのは実家にいた頃めちゃめちゃ部屋汚くて、うん、同行してきたすぎてアリの家族引っ越してきたことあったね。
かわいい、ジブリやな。ジブリ、アリの家族さんが引っ越してきて、部屋に床真っ黒みたいな、アリで。いやいや、想像できる。とんでもない、すぐ丸ごとみたいな。へえ、なんか行列作ってるの、部屋の中で。ここ行けるぞ。そうそうそう、めちゃめちゃなんか天国だったんだろうな。めっちゃお菓子の登り方とかあって、うん、分かんない。なんかもう細かいミスが積み重なって、怠惰の極めた結果こうなってるから。まあなんか例えば動画見てる中で、うん、もうなんかもしかしたら当てはまる節が多すぎて ADHD かもしらんって思ってる人もいるかもしれないし、うん、なんなら自分も診断されて本気でしんどいってなってる人もいるかもしれない、うん、そういう人になんかメッセージというか、さあ、まあ、まあ人間性に何もあったな。なんだろうな。でもやっぱ病院は行った方がいいんじゃない、とりあえず病院は、うん、分からんけど、とりあえずなんか行ってみればいいと思う、病院、精神科とか、うん、で薬でやっぱちゃんと、まあ、人によると思うんだけど、その体質とかで、うん、ちゃんと薬でめちゃくちゃ良くなる人もいるし、うん、まあ、治りはしないんで薬って、うん、あの一時的にこう良くなるだけだから、うつ病の薬とかと同じような手バスとかこう一瞬アドレナリン出るみたいな、うん、そればっかり、それうまく付き合っていけば生きていけると思うし、うん、あとやっぱ ADHD の人は無理しないでいいと思うよ。普通の人の生活ってできないから絶対、うん、どっかで壊れちゃうから精神的にも。俺もそれで一回めっちゃ病んだし、他の人との違いをなんでできないんだって、うん、壊れちゃう前に、まあ、学校行くの辛かったりとか、みんなと一緒にこう行動する、なんか生活するのがきついっていう人は、まあ、環境を変えてみるのがいいかもしれないね。そういう特別学級とかあるかわかんないけど、まあ先生に相談してみるとかね。うん、絶対普通の人の生活は無理だから。で、まあ仕事とかしてる人はわかんないけど、それって難しいことだし、誰にもできることじゃないけど、ある程度自由にできる仕事がいいと思うな。うん、俺は多分結構転職だと思ってて、今の生活が、うん、今のお金の稼ぎ方がいつまで続くかわかんないけど、うん、なんか自営業とかがいいんじゃない。漫画家とか好きなことは頑張れるからさ。そうだね。だから好きなこと極めてそれが仕事になるのが多分一番いいんだと思う。なるほどね。だから無理しないで、みんな頑張ろうぜ一緒に。うん、この生活は無理だよ俺らに。自分に合った生活スタイルで生きていきましょうということで、あざした。取れてなかった。なんかあれよな、その取れてなくてね。